はい、量子インターネットタスクフォースこれは量子インターネットを実現しようというこの研究開発コンソーシアムですね、まあ、そこの代表をやっている永山翔太といいますで私はですねこの JSTMoonShot っていうのはこの日本の量子コンピューティング技術を実現しようっていうそういう国プロなんですけども、まあ、そこのですね、この量子通信ネットワークを実現するプロジェクトのプロジェクトマネージャーをやっています。 で、はい、量子インターネットタスクフォースの簡単な紹介ですまあ、量子コンピューターの研究開発ってまあ、結構昔からまあ盛んになっていてこの大きなプロジェクトっていうのもたくさん立ってますよね、まあ、これご存知だと思いますで量子インターネットはですね、実は5年前にはですねそんなに国プロ とかそういうういい大きなな取り組みとのは盛んじゃなかった量子コンピューター盛んだったんですが量子インターネットはそうじゃなかった、まあ、その頃にですね、えー、僕はこの日本中の研究者に声掛けてもらってこれ絶対量子インターネットも大きなプロジェクトを作るのが必要だからこの学際的ないろんな研究者いろんな分野の研究者が協力して作るのが必要だ例えばこの量子力学とかその量子工学量子メモリーもそうですしこのオプティクスという意味でもそうですまたこのコンピュータネットワーキングコンピュータエンジニアリング えこのオペレーティングシステムみたいなこのえと情報技術分野ですねのえと協力も絶対に必要で,でこの辺りがみんな協力してえ作らないと連携して作らないとこの量子インターネットというのは絶対実現しないということをですねみんな説得してもらってでこの両親インターネットタスクフォースというのを作りましたでこれ比較的若手で運営しててはいでえとまあ大学にも立てつけてこのコンソーシアムとしての活動を行っていますはいで えまあ量子インターネットのおさらいですけれどもこの量子データって使ってるじゃないですかこの量子コンピューターで,で量子コンピューターがなぜ早いかというとこの量子データの形で情報処理を行っているからですよねでその量子データをこの世界中コミュニケーションさせてやりたい今のインターネットがこのデジタルデータで世界中をつないでいるようにこの量子データで世界中をつないでやりたいというのがこの量子インターネットという取り組みですで。 まあ考えてみればわかるんですけれどもそういう量子データの通信っていうのはこの広域通信だけじゃなくてこの量子コンピューター同士をつなげることによって一台のクラスター量子コンピュータークラスター分散量子コンピューターを作ってやるということにも使えますそれ今の情報技術でも一緒ですよねこのコンピューター通信使ってこのスーパーコンピューターを作っているまたですねそのコンピュータ通信というものでこのインターネットというものも作られているわけです でここではこの量子中継機この量子ルーターとかはこの量子中継機にあたります。でその量子中継機でたくさんの量子コンピューターつないでやって一つの量子コンピューターとして使ってやろうっていうのがこの左下の部分ででそういう量子コンピューターをですねさらにたくさんつなげてやったりとかもっとその量子インターネットのアクセス端末として別にそんな強い量子コンピューターじゃなくていい一般ユーザーなんかがつながるということも考えられるそういうような量子インターネットっていうのを作ってやると。 そういういい展開を考えていますでその量子通信量子ネットワークによるこのプロダクトがどうなっていくかっていうと、まあ、複数の量子コンピューターつなげるところから分散型量子コンピューター始まりますよね。で、えー、っとまあちょっとした距離からその周辺地点からその量子コンピューターをその量子通信で利用するというようなことも考えられます。でさらにこのデータセンター内での量子コンピューターよりたくさんつなげてやる。 でえーっとまあ、大量の量子コンピューターつなげてたくさん量子ビットあるほどいろんな量子計算ができるんだっていうのはこれまでこの授業の中で皆さんが見てきたとおりだと思います。でこの量子通信としてもですねこの離れた地点からの量子通信による量子コンピューターの利用っていうのも可能になりますしまたですねこの QKD とかこのセキュリティのこの量子のアプリケーションって学んだと思うんですけれどもそういうものも実現していきます。 でその後にはいよいよこの量子インターネットの普及ということにもなっているわけですね。はい、では結局のところですね、えーっとまあ、この量子情報のこの自在な生成量子データの自在な生成とかこの世界中の流通また自在な処理自由な処理やりたいことなどんな処理でもしてやるというようなことにはですねこの量子ネットワークによってたくさんの量子コンピューターをつないでやる分散量子コンピューターとかこの量子インターネットが必要になってくるというわけですね。 でそういうい量子データが、えー、と当たり前に処理されるようなつ通信されて処理されるような時代をこの量子の前提にあった時代として、まあ、作り上げていきたいというのがこの量子情報技術の究極の、えー、とパラダイムですね。で量子信号中継って、まあ、難しかったというのは、えー、授業で習ったと思います。 でこの今の,この僕らが使っているインターネットの,この w i f i とかこのアクセスポイントとかもうルーターもこれ全部信号中継を行っていますよね。このルータータもこの向こうでこうパケット入ってきたあっちに転送しようってしながらこの減衰した信号を増幅してやるその信号中継を行っているということをしてるんですがこの量子インターネット量子通信におけるこの量子信号中継というのはこのプルーフ・オブ・コンセプト実現すごい難しかった。 ですがこの量子コンピューティングユーともこれ関係しているのでもちろんね最近そのプルーフォブコンセプトっていうのが成功してきて量子メモリを使ってえー、っとまあ確率1の量子中継が成功したという論文出てきていますはいでいろんなタイプの物理系でそれがまさに実現していこうとしている段階ですねでえー、っとでその量子信号中継というのは実現したら当然複数のオードの間で 量子中継システム実際に作って実証してやろうとか遠く、まあの間でそのつなげる量子中継してやろうとかっていう話になります。でそれができたらですねこの4番目まあできたら平行でもいいんですがこのコンピューターシステムとしてのこの大規模ネットワークにつながるこのシステムやプロトコルっていうのをこの最小構成のトポロジーでの動作実証をしていきたいということになります。これこののトトポロロジジーーーになるとですねこのスタートポロジー ルーティングが発生しますしこのエラー管理みたいなことも重要マルチプレクシングみたいなことも重要となるのでこの形のシステムをですねこのスケーラブルかつこのロバストに作ることができたら5番目、えー、大規模ネットワークそしてコンプレックスなネットワーク大規模で複雑なこのインターネット用のネットワークに発展していくということも可能になるわけですね。もちろん分散量子コンピュータでたくさんの量子コンピュータをつないでやるということも可能になります。 で技術史における、えー、量子ネットワークが今どういう位置づけにあるかという話ですけれども、まあ、考えてみたらですね今のコンピューターってこのデジタルコンピューター従来型コンピューターですね、えー、この仕組みやデザインは汎用だった当初からですねこの使い方は実は特定目的だったんですよね。この弾道ミサイルの軌道計算とかこの暗号解読とかに今当初、えー、想定されて目標を想定して作ってたんですけども実は仕組みやデザインは汎用だったのでその後ですねコモディ化が進んで え皆さんあの一人一人えコンピューターを使うような時代になるパーソナルコンピューターとして発展していくさらにはそのネットワークがコンピュー,、えー、ピューターがネットワーク化されていくそういう歴史をたどってきました。でその結果 IT 革命が起こったというのはご存知の通りです。で量量子子情報技術においてそういう量子ネットワーク、えー のえー、関係するまあこのこのうういう歴史どういうタイミングにあるかっていうと、まあ、量子コンピューターもですね、まあ、考えてみるとまあ、ちょっと使い方は今も特定目的かなというところがありますよね、えー。このケミストリーとかこのファイナンスとか、えー、マシンラーニングなんかもターゲットにされてますけれどもまあそれは割と一般目的っぽいところがありますがわり、まあ、かし特定目的っぽいことが言われている中この、えー、ゲート型量子コンピューターというのはこの仕組みやデザインは汎用性を目指しているというものです。はい でこれがどんどん進んでいくとですね当然この量子コンピューターのネットワーク化っていうこともまあ考えられていくというわけで,で今どういうタイミングにあるかっていうとまさにネットワーク化も始めようとしているところなので一番最初のこの4ノードスケールのこの量子ネットワークの実証っていうのとあとその量子ネットワークは本当にスケールするんだとこの1万ノード規模とかね例えばそれをシミュレーションでえちゃんと動くことを実証してやるっていうのがこう両立させるっていうのはえ極めて重要なタイミングにあります。 でそれができるとこの将来の量子インターネットや分散量子コンピューターにつながっていくというわけですね。はいまあ、そういうことをしてこの量子 IT 革命というのを起こしてやりたい。で,で我々が行っているこの量子のテストベッドの話をします。えー、っとでこれは「ムーンショット」で始めるプロジェクトですね。でムーンショットの,この私が持っているプロジェクトっていうのは量子コンピューターつなげてやるネットワークを作ろうという課題です。 なので、えー、と今この新川崎地域にですね量子ネットワークのテストベッドを作ろうということでまずはえと光技術を使って4濃度の量子ネットワークを作ってやるということをします。まあ、なんで光技術かっていうとやっぱり量子メモリー作るのってこの研究開発的にすごく大変でそのテストベッドに導入するっていうのもすごく大変なんですけどもやっぱりまずはですねこの量子ネットワークの全体像っていうのを一度作ってやることで明らかにしてやりたいそうすることでですね取り組まなければ課題っていうのがたくさんわかるという、まあ、そういう側面はあります。 いずれにせよ、われわれのゴールというのはこの量子ネットワークを作るので、ということなので、まずはプロトタイプを、えー、とどんだけ遅くてもいいから作ってやろうということですね。で、そこから改良していきたい。はい、で、えーと、その室内レベルの量子ネットワークっていうのができたら、まあ、ちょっとずつ広げていきます。このデーターセンターサイズのネットワークですね。 まあそうするとつまり量子のスーパーコンピューターみたいなたくさんの量子コンピューターをつないだ量子コンピューティングクラスターを作ることができるわけですね。ですえそのう,うネットワークができたら今度はまあさらに長距離に広域に広げていくこれは量子インターネットに発展していくことになります。これ付近の大学を中心にどんどん広げていけばえっと一番最初のこの量子インターネットのプロトタイプになっていくと考えています。 で、えー、じゃあちょっと見方変えてみましょう。量子ネットワークにどういう研究開発要素があるかということですね。分かりやすいのはハードウェアです。この量子ビット、量子メモリとかさっきの、えー、とフォトンを飛ばそうという話とかこれ全部この量子のハードウェアに属する、えー、研究開発ですよね。で他にもですね、このネットワークアーキテクチャやプロトコルっていうのはすごく重要になります。でこれは、えー、とこの従来型のインターネットにおいても、えー、とても重要で。 でしかもですね TCPIP って作られたじゃないですか TCPIP って実は奇跡の仕組みでこの世界中この何十億ノードってつながってるこの巨大なネットワークこの未だに動いてるっていうのは本当に不思議で奇跡なことなんですよね。うん、でこ,のこれだけたくさんつながっていてお互いの通信を邪魔しないとか要は破綻しないで同じことをですねこの量子情報技術この量子ネットワークでも実現してやる必要がある。 でこれしかも一度使われると使われ始めるとこの世界中で動いてますからなかなか全部総特界ってことは、まあ、操作できないとだからこの TCPIP って一度作られたらこの40年以上使用されているわけですよねで量子でも、えー、そういう何十年も使うことができる確かな、えー、世界中をつなぐための通信プロトコルっていうのを作ってやる必要があるはいしかもこれは、えー、とネットワークの信頼性とか安定性 よくこの、まあ、よくって言ったら怒られますけどこのモバイルネットワーク止まったりするじゃないですかでそういうところの信頼性っていうのはこのネットワークアーキテクチャに依存しているわけですで他の研究課題はもうアプリケーションももちろん重要で,でこの量子コンピュータ同士をつなぐこの分散量子コンピューティングのアルゴリズムの話とか、えー、量子インターネットではこの量子 IoT みたいなインターネットオブシングたくさんの、えー、量子センサーをつなげてやって その量子センサーでデータ持ってきてでそのデータを量子インターネットで通信して量子コンピューターで処理してやろうとか、まあ、そういう世界にもつながっていきますこのアプリケーションの研究というのもまた極めて重要で,でどういうアプリケーションを実行したいかによってこのアーキテクチャとかこのハードウェアもどういうものであるべきかということも影響していきます、まあ、したがってですねこのさまざまな領域の研究者が連携してちゃんと良い量子インターネットとか量子ネットワークっていうのを作ってやろうとしないと。 この使い手のあるそういう量子情報処理システム量子インターネット量子ネットワーク、まあ、作れないわけですね。でまさにそういうことをしたくてこの QITF を作って、まあ、この MoonShot のプロジェクトでもですね、えー、と研究開発項目として1番から1番アーキテクチャ2番光技術3番量子メモリ技術4番アプリケーションそしてこれら4つ全部統合してこの5番目テストベッドで統合実装してやるというようなプロジェクトを行っています。 でちょっと見方変えるとじゃあ量子コンピューター分散量子コンピューターと量子インターネットって言ってたけど実際研究開発項目違うのかなみたいなことを考えると、まあ、結構共通している部分があって例えばこの量子通信のこのレイヤードアーキテクチャとか、まあ、ユニキャスト的な1対1の通信プロトコルみたいなものっていうのは共通している部分ですよね。量子信号中継も等しく必要ですし量子光技術によるこのローカルネットワークとか。 またルーティン技術みたいなのも等しく必要ですで、短距離通信もちろん両方必要でアプリケーション研究開発っていうのもライブラリ開発とか含めまあ、必要になりますよねで、システム実装とか具体プロトコルっていうのはも,もちろん作ってやるっていうのはテストベッドにおける重要な目標ですこれ実際に作ってみて初めてわかる難しさっていうのはこの従来型のコンピュータネットワークによって、まあ、そういう難しさたくさんあるっていうことがもう分かっているので まあ特に量子、えー、難しいことを他にも、えー、出てくると思いますから、量子特有の事情というのはいっぱいあります。このメモリ時間の短さとか、そもそも量子量子持つれとか確率的な挙動とかいっぱいあります。はい、まさに作ってやって、えー、順番に問題解決していきましょう。で、えー、でも分散量子コンピューターの方の話を先にすると、えー、っとまあこの分散量子コンピューターなので。 えー、たくさんの量子コンピューター連携してアプリケーションを動かしてやるソフトウェアを動かしてやるための分散コンパイラーみたいな話も必要になってきますしで量子インターネットの方に行くともっと広域のネットワークどう動かすたごどう動かすかオートナーシステムこの量子のバージョンどうなるかみたいな話も必要になりますし量子インターネット資源量子 IP アドレスとかの量子、えー、ネットワークでのドメインはどうするのかとか、まあ、そういう話も出てきます。でえー 一番わかりやすいのはやっぱり長距離実証実験かなはい。まあ、単純に距離を伸ばすだけとはちょっと違う難しさっては出てくる可能性もありますで、このムーンショットのプロジェクトの紹介ちょっとしておくと、えー、たくさんの量子コンピューターをつなぐということがまあ僕の使命で でこのムーンショットの中にはですね他にも各物理系の超伝導とかイオンとかの量子コンピューターを作ってやろうというプロジェクトが別に立っててで彼らが作る量子コンピューターをつないでやりたいということですね。はいで分散システムっていうのは作るの難しさいっぱいあるんですよね。それすごいコンピュータシステムな課題です他の課題は結構あの物理のところに着目している。 問題が多いんですけれども、まあ、僕らのところはそれをどうやって実際に使ってやるかというシステム化してやるかというところに重きを置いてで、えー、その手始めとして、えー、と軌道類を使ったこの量子信号中継を使って、えー、と量子ネットワーク作ってやろうとかあとイオンをですねこのエンドコンピューターとしてイオンをつないでやろうとかっていうことを、えー、実際にお、えー、行おうということをしています。 で結局、えーっとまあまあ、従来型のコンピューターデジタルコンピューターの時もそうだったんですけれども、まあ、一番最初はこの単体のコンピューターの計算力による勝負だったんですよねだから計算力イコールこの半導体の集積化とか集積力とかっていう時代がありましたでその後ですねこの分散型のコンピューティングの時代でこの計算力かける通信力がものをいう時代になっている今のコンピューターだってそうです で一つの,、えー、の CPU の中にたくさんのコアが入っているっていうのも、まあ、この計算力このコア当時の通信という話もありますしでそのマルチ CPU みたいなタイプのコンピューターも作られましたよね。それも計算力×通信力です。で量子コンピューターも単体の計算力だけでなくてたくさんの、えー、量子コンピューターを束ねるその計算力×通信力で計算を行おうと。 大ききな量子計算を行ううううというそういいうそパラダイムに、えー、研究開発が入ってきていますで実はこの光接続っていうのはこの超電動量子コンピューターをつなげるという意味でも重要で,で超電動量子コンピューターってこの量子ビット間の、まあ、通信みたいなのっていのマイクロウェーブとかで、えー、マイクロ波とかで行っているので光ではないんですけれどもで、えー、マイクロ波は、えーっとまあ、ノイズに弱い熱に弱いので熱ノイズに弱いので 1>, 1つの希釈冷凍機の中で行うとつの希釈冷凍機の中で行うので、えー、っとじゃあ1つの希釈,、えー、希釈冷凍機の中にもうこの100万個とか量子ビットを入れてやればいいじゃないかというような話になるわけですねそういう発想もできるんですがただよくよく考えてみると将来の運用っていうのは極めて重要で,で1つの希釈冷凍機の中に全部入れちゃうと 冷凍機ってその後あの開始するときに量子計算開始するときにこの冷やさなきゃいけないじゃないですかですごく冷やす必要がある何日もかけて冷やす必要があってで動かしてじゃあ故障しましたってなったらどうなるかっていうと一度温度戻してやって開いてで修理してでまた閉じて冷やし直すということをするわけですねこれあの運用性が極めて悪いということでこの1台の、えー、希釈冷凍機の中で量子コンピューター超伝導量子コンピューターを作るっていうのは えー、あまり現実的ではないといとうのがありますでじゃあどうしたらいいかっていうとこの複数の、えー、っ希釈例と機、まあ、1台の希釈例と機は1つの量子コンピューターに対応するんだとするとたくさんの量子コンピューターをつないでやろうという発想が超電導でも重要でするとですね一部の、えー、っと超電導量子コンピューター壊れてもじゃあこいつだけ止めて開けて修理しようと こっちの記者クレート機開けて修理するんだけど他の量子コンピューターは動かしたままでいられるから、まあ、稼働率は例えば90%だけど常時稼働しているとか、えー、いうことが可能になってこれってアプリケーション社会実装の上では極めて重要で例えばえー、っとあの金融分野で量子コンピューター使おうというようなことをしてるじゃないですかで、えー、リーマンショックとかありましたよねあのそういう金融危機器回避するためにはですねあのその 市場がどのように動いていくかっていうのをひたすら分析し続けるのがすごい重要リスク回避という意味でも重要でそれに失敗するとあのこの地球全体規模の経済危機とかになったりするわけです。でそういうのってあじゃあ今日量子コンピューター動いてないから金融リスクもなしでお願いしますとかいうわけにはいかないんですよね。稼働率90%とかでずっと動かし続けるっていうのは量子コンピューター動かし続けるっていうのはとても実際の運用上には重要になります。でまたですね えっとこの計算力の方の話をすると、えー、の古典コンピュータにおけるこのスーパーコンピュータ同士とか例えばねで全部つなげて分散コンピューティングしようっていうのは、まあ、あんまり行われてない <laughs>、えっと、なんでかっていうと,、えー、っとこの古典コンピュータ同士って、えーっとまあ、つなげたところで計算力高々2台つなげて高々2倍じゃないですか。えーね、なんですけど、まあ、量子コンピュータの場合って。 えっとまあそうだな、まあ、言ってしまえばこの重量四ビットの量子コンピューターと1024個の解の候補の中から1つの解を高速に見つけてこようとする、まあ、そういう計算になりますよね。ですじゃあその重量四ビットの量子コンピューターが2台あるとこれ20量四ビットになるので、まあ、約100万個の解の候補の中から1つの解を高速に見つけてこようという、まあ、そういう計算になるのでこの並列計算の意味がこの古典コンピューティングと違うのでよりたくさん えっと量子コンピューターをつなげてやるというモチベーションがある。でさらに言っちゃうとちょっと離れたところの量子コンピューター、例えば理研の量子コンピュータと、えーとえっと東大の量子コンピューターつなげてやろうみたいなモチベーションも生まれてきますし、だこれは量子ネットワークによって実現されます。あの面白いところはだ旧型機と新型機の分散、えー、並列計算ですらすごい大きな意味を持ってくる。だってあのそうじゃないですかこの えー、例えばだから100量子ビットの量子コンピューターと10量子ビットの量子コンピューターをつなげることにもだってこの扱える開口部の数って指数的に変わってくるわけですから,だからヒルベルト空間の大きさともあ言いますけれども、えー、そういう旧型機と新型機をつなげるということもですねこの量子コンピューターにおいてはすごい大きな意味を持ってくると古典コンピューターに比べてやっぱりつなげたくなるわけですよね。でそういう意味もあってこの超年度、えー、量子コンピューターにおける機械接続っていうのも大きな重要性を持つと考えています。 まとめですけれどもこの量子ネットワークによってですねたくさんの量子コンピューターをつなげてやるということをしたい、まあ、それは分散量子コンピューターを実現するという意味もありますしここの量子インターネットを実現してやるとということもありますでそれによってこの量子情報の自在な生成量子データの自在な生成や流通通信でその自在な処理っていうのを行ってやることによって、えー、っとこの量子技術による新時代っていうのを作っていってやりたい。 でそのための基盤がこの量子ネットワークによる分散量子コンピューター量子インターネットということです。で特に量子インターネットの場合面白いのはですねこのいろんなタイプの技術の量子コンピューターをつなげてやるっていうのも重要ですしいろんなタイプの量子生産を全部つなげてやるっていうのも、えー、っとその目標の中に入っています。でこのまあ本当にいろんなタイプの技術の量子情報技術とか、まあ、量子情報に限らない、えー、量子技術って生まれてきてると生まれてこれ今後も生まれていくと思うんですけれども。 それらを全部つなげてやるのののがここ量子インターネットの使命とということでまさにこの量子インターネットはこの量子技術の総合格闘技だということで、えー、この皆さんにもですねぜひ研究開発に取り組んでいっていただけたらいいなと思いつつ、ね、我々はこの日本で量子のテストベッド量子インターネットのテストベッドとかしながら研究開発を進めています。